人は夢を見る。見果てぬ大地に明日を託す。それが凍てつく大地を渡り、逆まく波涛を乗り越える力となった。そして今、ゼントラーディ人との戦いが終わった平和の中で、その力はついに銀河に向かって解き放たれた。星々の海を渡り、無音の闇を越えて、人類とゼントラーディ人は共に新たなる大地を求め広がっていった。しかし、それはまた新たなる戦いの始まりでもあった。平和を存続させようとする統合政府の支配力は、その首輝から逃れようとする無数の反乱勢力を生み出し、辺境の惑星では絶えず両者の抗争が繰り広げられるようになってしまった。そして2014年、次々と発生する反乱勢力に対し、統合軍はいかなる困難をも切り抜け、反乱を鎮圧する特殊部隊として、マクシミリアン・ジーナスとミリア・ファリーナ・ジーナスの2名を各地に派遣する決定を下した。かくして、たった2人の特務部隊、ダンシング・スカルが誕生したのである。
ようやく部屋に戻れた。寄港先の実力者相手のパーティーってのはいつも疲れるもんだな。林民名やグローバル艦長の知り合いだというだけで、まるで珍しい動物みたい。僕たちも歴史の一部として扱われてるんだよ。こういう感覚は君にはわからないだろうけどね。ゼントラーディ人にはわからない。だけど司令部の可愛い地球人にはわかるみたいだな。あの赤いピアスしてた、あれは知り合いだよ。香水の匂いが映る程度の。向こうがよろけたのさ。マックスの周りではしょっちゅう女性の誰かがよろけてるのか。誤解しないでほしいな。ただの知り合いだってば。これも歴史の一部なんだ。私がさっき知り合いというだけでまるで珍しい動物みたいに見られるって言ったら、マックスはそう言った。それは緊急事態発生、ダンシングスカルは直ちにブリーフィングルームに出頭。ほら、天才パイロット夫婦にお呼びがかかったよ。緊急出動命令だ。本来極秘部隊である我々の作戦対象ではないが、司令部上層部から要請があり、この私が承認した。監視衛星からの報告によると、この惑星ネオヨーク上の未確定地域からゼントラーディ戦闘部隊の進行が探知されている。敵の主力は航空部隊です。シミュレーションでは 70% の確率で我が軍の補給集積基地を目標としていると推定されます。基地の防衛は手薄だ。そこを突かれた形となってしまった。迎撃部隊が出撃態勢に入っているが、到底間に合わん。現在この敵航空部隊を迎撃できる位置にいるのは我々のみである。選択の余地はない。目標、敵航空部隊。武力攻撃により敵の進撃を阻止せよ。現在の敵位置はニューアルバム沖合 100km。 監視衛星による追尾は継続中です。使用できる兵器は通常兵器のみ、特殊兵器の使用は一切認められない。最後にその他の連絡事項はあるかね。本作戦における特別伝達事項はありません。すべて異常なしです。詳細な情報は発信後に機体に転送する。直ちに出撃準備。クリムゾンスカル、こちらアルゲニクス。まもなく敵編隊とコンタクトするはずだ。レーダー確認を怠るな。敵の進行を食い止めるため最大限の努力をせよ。こちら側は敵の通信にジャミングをかけて援護する。こちらでも敵を捕捉。軽くひとひねりってところか。敵のレーダー波を感知、敵からも発見されました。それじゃあ頑張ってバンバン敵をやっつけちゃってください。
バンバンってマックスにもそう言ってるのか。え、そんな普通ですよ。ミリア注意。普通ね。とにかく一気も逃さないぞ。気をつけてください。そろそろ危険です。これ以上食らうほど下手じゃない。作戦終了時刻まで残りわずか、急いでください。了解。気合で頑張るしかなさそうだな。クリムゾンスカル、シールド残量に気をつけてください。そろそろ危険です。ここまで来てればなんとかなる。いける。作戦終了時刻まで残りわずか、急いでください。焦らない焦らない、ちゃんと間に合うさ。作戦の制限時間を超過しました。作戦は失敗しました。Thank you.
済むとは思ってなかったけどな。取り戻さない。作戦終了時刻まで残りわずか。急いでください。焦らない、焦らない、ちゃんと間に合うさ。を超過しました。作戦は失敗しました。Thank you.
ま行く。遅れを取り戻さないと。あっさり終わったな。こちらクリムゾンスカル。敵部隊は退却を開始した。繰り返す。敵部隊は退却を開始した。こちらアルゲニクス。ただいま司令部より緊急通信を受信した。それによると、現在敵スパイが友軍機を乗っ取り逃亡中、かなりの重要情報を持っている模様。敵の作戦行動の目的はこのスパイを逃がすための陽動作戦だったのだ。クリムゾンスカルは直ちにこのスパイ機を追跡、確実に撃墜せよ。所属不明の友軍機をこちらで捕捉。連絡のあったスパイ機と思われます。そちらに追尾用のデータをピピッと転送します。了解。データ受信後直ちに追撃を開始します。黙ってやられてはくれないみたいだな。超過しました。作戦は失敗しました。こちら。
黙ってやられてはくれないみたいだな。行かなきゃならないようだな。急がんぞ。こちらアルデニクス、戦闘可能電解を超過しました。作戦は失敗しました。こちらクリムゾンスカル、敵部隊は退却を開始した。繰り返す、敵部隊は退却を開始した。こちらアルゲニクス、ただいま司令部より緊急通信を受信した。それによると現在敵スパイが優遇。やられてはくれないみたいだな。残りわずか。ターゲットロストの可能性大。どうやら本気で行かなきゃならないようだな。機体の戦闘可能時間が残りわずか。ターゲットロストの可能性大。そんなドジはしない。こちらアルデニクス、戦闘可能電解を超過しました。作戦は失敗しました。こちらクリムゾンスカル、敵部隊は退却を開始した。繰り返す、敵部隊は退却を開始した。
黙ってやられてはくれないみたいだな。一気のくせに粘るじゃん。機体の戦闘可能時間が残りわずか。ターゲットロストの可能性大。止まれ。そんなドジはしない。こちらアルデニクス、戦闘可能電解を超過しました。作戦は失敗しました。やられてはくれないみたいだな。行かなきゃならないようだな。機体の戦闘可能時間が残りわずか。ターゲットロストの可能性大。まだそんなドジは。作戦の制限時間を超過しました。作戦は失敗しました。
それで追い詰めた。黙ってやられてはくれないみたいだな。タカの一気の薬に粘るぞ。手応えのない相手だったな。こちらクリムゾンスカル、ターゲットオールクリア。繰り返す、ターゲットオールクリア。こちらアルゲニクス、こちらもスパイキの消滅を確認しました。ミリア注意、ご苦労だった。どうやら我が軍の配備状況に関するデータを盗み出したようだ。もし敵の手に渡っていたらピンポイント攻撃を受けるところだった。クリムゾンスカルの働きに感謝する。直ちに本艦に帰還せよ。誘導レーザーはチャンネル7、ピシッと乗って帰ってきてくださいね。了解。早く帰ってシャワー浴びたい。お疲れさん。ミリア。つくづく私はゼントラーディ人だ。怒っていても戦闘に出れば忘れてしまうんだから。いや違う、ゼントラーディ人である前に君は僕の妻だ。マックス。君を怒らせてしまってごめん。いい、もう忘れたから。こんなところにいたのか。何？何じゃないよ。どうして僕の大事なものを捨てたんだ。大事なものって、ああ、あのネクタイや古風な部屋のマフラーなんかのこと。そうさ。全部女の子にもらったものなんでしょ。そういうものを妻の見えるところに置いておくマックスがいけない。地球人は思い出の品を大切にするんだ。サエコに相談したら地球人は普通捨てるって言ってたわ。捨てるにしたってもうちょっとやり方があるだろう。ダンシングスカルは直ちにブリーフィングルームに出頭せよ。出撃だ。逃げるのか。逃げるわけじゃない。このクリストラニアは知っての通り、ゼントラーディ・ファンダメンタリストたちに与えられた星であり、彼らの自治権が認められている。ゼントラーディ人が最も自然に生きられる惑星だったはずなのだが、近年その一部が統合軍反動勢力と結託しているという噂が絶えなかった土地でもある。軍情報部はついにその開発実験施設の存在を確認し、位置を特定することに成功したが、惑星政府はこれを認めず、また軍監察部の調査も拒否している。時間稼ぎしている間に惑星政府は施設を移動させるものと軍上層部は判断し、これを徹底的に叩くことを決定した。目標、敵兵器開発施設、徹底的に殲滅せよ。施設の座標は P707、 ニューナイル源流、河口から 530km 地点です。出撃後、味方の哨戒区域を通過しますが、敵味方識別信号の発信は許可されていません。川沿いに低空で隠密行動を取ってください。本作戦の機密レベルは AAA。 作戦の成果や記録は公式にも非公式にも一切記録されない。最後にその他の連絡事項はあるかね。整備班より今回の作戦から新機体の選択が可能との連絡が入っています。発信前に情報を確認してください。また技術班より今回の作戦より新型プラグインの使用が保証されています。必ず発信前に情報を確認してください。その他すべて異常なしです。ご苦労、下がってよし。直ちに出撃せよ。なお、撃墜あるいは捕虜になった場合、軍は一切の関与を否定し、君たちの記録は完全に抹消される。健闘を祈る。
そろそろ敵が来るわね。たまにはミスも仕方ないわね。前線離脱だけはできない。
の制限時間を超過しました。作戦は失敗しました。そろそろ敵が来るわね。ないわね。
ぎる作戦は気が緩んじゃうわ。なんか赤いタワーが目立ってるわね。目立ってるものは徹底的に破壊しましょう。
そろそろ敵が来るわね。